こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、史上最悪の空中衝突事故となった、ニューデリー空中衝突事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。早速だけど、タイトルから入っていい？空中衝突事故の時点でめっちゃ怖いんですけど。恐ろしい事故だが、たびたび起こっているな。特に1960年代以降、旅客機が爆発的に普及し、航空路が過密化したが、レーダーの性能が低かった頃に多発している。近年でも空中衝突防止装置の搭載義務がないヘリコプターや航空ショーでの事故や、そもそも搭載を法律化していない発展途上国ではたびたび起きている。広い空では飛行機なんて豆粒みたいなもんでしょ？お互い連絡も取り合えるのに、ぶつかるなんてありえるのかしら。羽田空港なんかは1日の離着陸は1000回以上だ。航空路は都市部の道路並みに混雑してると思っていいぜ。また、飛んでいるのはただ人や荷物を運ぶだけの輸送機だけではなく、訓練中の軍用機や周遊中の民間機もいて、密に連絡を取り合えない状況は当然ある。それに、たとえ通信していても、言葉の言い間違い、受け取り方の違いとかあるしな。些細なことが事故につながる。今も、事故が起こっては改善、の繰り返しだ。ってわけで本題に入るぜ。事故があったのは1996年11月12日、インドの首都、デリーにあるインディラ・ガンディー国際空港を離着陸する旅客機の間で起こった。一機はサウジアラビア航空の763便。機体はボーイング747。乗員23名を含む312名が搭乗していた。乗客の多くはサウジアラビアに出稼ぎに向かう労働者だ。18時32分にインディラ・ガンディー国際空港を離陸し、サウジアラビアのダーラン国際空港に向かうところだった。もう一機はカザフスタン航空の1907便。機体はイリューシンの IL76。乗員10名を含む27名が搭乗していた。カザフスタンのシムケント国際空港を出て、インディラ・ガンディー国際空港へ着陸しようとしていた。カザフ機の航空機メーカーは、イリューシンあんまり聞かないわね。戦時中には戦闘機や爆撃機も作っていた、歴史のあるロシアの航空機メーカーだ。ちなみに陶器は輸送機で、シベリアや北極圏でも運用できる耐久性の高さが特徴だ。同型機に機関砲を付けた軍用機があったりと、バリエーション豊富な使われ方をしているぜ。この2機の事故で、当時はサウジ機が離陸中、カザフ機が着陸中だったわけね。ああ、時系列に沿って説明していくぜ。18時32分、空港を離陸したサウジ機は、管制官から高度1万フィートへの上昇を指示された。同時刻、空港へ向かうカザフ機は管制官への報告として、時機が高度2万3000フィートにいることを伝えた。高度差は4000メートルね。まだ事故の予兆は全くないわね。18時35分、さらに管制官はサウジ機に高度1万4000フィートへの上昇を、カザフ機には高度1万5000フィートへの降下を指示した。高度差300メートルしかないんだけど、大丈夫？これは安全機器の発達した現代においては十分に安全な高度差だ。ちなみにニアミス事故は高度差約60メートルが事故認定の基準値とされているぜ。管制官はカザフ機へ、降下指示と合わせて、サウジ機が 26km 先から向かってきていること、視認したら報告することを指示した。管制官は、お互いすれ違った後、降下上昇させる目論みだったんでしょうね。その通りだぜ。しかし、カザフ機側に致命的なミスがあった。カザフ機は高度1万4000フィートまで降下してしまったんだ。その高度って、もちろんその高度上にはサウジ機がいる。管制官が指示した5分後の18時40分、両機は空中衝突した。管制官、衝突した両機のパイロット、誰にとっても予兆のない、突然の出来事だった。事故直前、管制官からの指示を聞いていたカザフ機の通信士は高度低下をいち早く察知し、叫んだ。高度が低すぎる1万4000じゃない1万5000だ。カザフ機のパイロットは上昇を試みた。だがその時、衝突3秒前。回避は間に合わなかったぜ。当日、雲が多かったのも不運だった。障害物がなければより早く対向機を視認できていたはずだ。衝突時、サウジ機は第1、第2エンジンが破壊され、その場で空中分解した。312名全員が死亡した。カザフ機は左翼が破壊された状態で、そのまま1万、5700フィートまで上昇が続いた。その後、失速し農場に墜落。やはり、27名全員が死亡した。なんでカザフ機は加工した高度を間違えたのよ。なんとカザフ機の機長、副機長は英語をよくわかっていなかった。サウジ機が1万4000フィートにいるから1万5000フィートに加工を、サウジ機が1万5000フィートにいるから1万4000フィートに加工と、
受け取っていた。数字の部分しか聞き取れていなかったんだ。ありえないミスね。パイロットが英語弱いなんて、そんなことあるの？あるぜ。その場合、通信士が英語をパイロットの母国語に翻訳するんだ。だがこの時、通信士は直ちに翻訳して伝えていなかった。ダメすぎでしょ。ああ。ダメすぎて事故後、なかなかその原因には行き着かなかったぜ。当のパイロットたちは亡くなって、いなかったしな。事故後の調査では、まず管制官のミスが疑われた。病気への指示を間違えたんだろうと。だがこれは、更新記録が開示され、すぐさま否定された。次に疑われたのは風吹きの高度計の故障だ。高度計が指していた1万、5000フィートは、実際には1万、4000フィートだったんじゃないかという話だ。だが、これも高度計が回収されると、否定された。最終的にはフライトレコーダーが回収され、風吹きが指示通り動かなかったという原因が明らかになったぜ。ありえないミスだけに、逆に随分遠回りしてしまったのね。ちなみに、時期の高度って時期のパイロットしかわからないもんなの？対抗のパイロットや管制官が知ることができればよかったのにね。管制官に高度がわかる二次レーダーシステムは、実は事故の2週間前に空港に配備される予定だったんだ。結局伸びてしまって、実際の配備は事故の2年後になったぜ。レーダーで高度が把握できない状況で、事故の時の管制官は、高度の管理を文字通り機上で行っていた。鉛筆で便名、高度を書いて指示していたそうだ。そもそも聞き間違い、言い間違いで事故が起こるようなかなり危険な状況だったのね。ああ。そもそも同一コースを飛んでいる時点で危険だよな。だが、この空域はインド軍が占有しており、民間機が使えるコースは限られていたんだ。事故報告書では発着する航空機のコース分離や、レーダーシステムの近代化を勧告しているぜ。どちらかの対策さえしてあれば、防げたものね。なお、この事故の総死者数349名は、空中衝突事故としては史上最悪だ。航空機事故全体で見ると、テネリフェ空港ジャンボ機衝突事故、日本航空123便墜落事故に続く3番目となる。今後、新たな事故が記録を更新しないことを祈るわ。以上、今回はニューデリー空中衝突事故について紹介させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも世界の大事件を 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。